それではただいまよりオートモーティブシステム事業の説明を始めさせていただきます。説明者は日立オートモーティブシステムズ社長執行役員 &CEO 関秀明です。よろしくお願いします。ただいまご紹介がありました日立オートモーティブシステムズの関でございます。それではオートモーティブシステム事業の事業戦略につきましてご説明をさせていただきます。日立オートモーティブシステムズは事業コンセプトとして車の環境、情報、安全分野のインテリジェント化を軸とした成長戦略の軸を掲げております。当社は強みとしておりますエレクトロニクスや統合制御の応用により部品の高度化やシステム化を拡充してまいります。さらに日立グループが保有する IT やR&D を活用することでインテリジェント化を強化してまいります。これらの強みを加速させ、市場に期待されております自動運転やコネクティッドカーの実用化支援を軸としてより高い成長を目指してまいります。2015年度の事業構成ではご覧のように連結売上高1兆11億円に対し、それぞれの事業部においてこのような比率となっております。また事業構成における大きな進展としまして、2016年4月に情報安全システム事業部を新設いたしました。これにより今後日立グループの技術を横断的に取りまとめた情報安全システムの事業拡大を図ってまいります。では2015中期経営計画の総括につきご報告申し上げます。計画当初の目標指針に対し、1年前の前回見通しでは売上収益、調整後営業利益率、EBIT マージンのすべての値を据え置きとしておりました。実績におきましては売上収益で1兆11億円と1兆円超えの目標を達成いたしました。しかしながら調整後営業利益率と EBIT マージンにつきましては中国市場の減速を受け、高収益製品が販売減となったことなどを要因にそれぞれ 6.2%、5.4% となり前回見通しを下回りました。2018中堅に向けての改善施策としましては、一つ目に海外の地域統括会社の自立経営を推し進め、市況の変化に対応してまいります。二つ目に基盤事業の強化や電製化製品を中心とした注力事業の拡大により高収益体質につなげてまいりたいと思います。次に業績推移の中で次期の中期経営計画についてご説明申し上げます。まず先ほどご報告申し上げました2015年度売上収益の目標達成とともに、海外売上高比率も目標としておりました 60% を達成いたしました。次期の中期経営計画としましては、2018年度にかけて自動車市場の伸長率が年率 2.7% で見込まれている中、売上収益目標は為替の影響を受けつつもそれを上回る年率 3.2% で伸長する計画として1兆1000億円に設定いたしました。合わせて調整後営業利益率 7%、 EBIT マージン 6.9% を目標値として伸長させてまいります。ここでマクロでの市場動向につきご説明申し上げます。上段の棒グラフでは世界自動車生産台数の実績および見通しの推移とともに、新興国市場と先進国市場の地域別構成比を示しております。昨年の台数予測時点からは全体的に下振れしており、2015年度も中国市場の減速などの影響により
新興国市場は前回からマイナス160万台で約 3% 減となりました。2020年度には1億台を突破する見込みの中、新興国市場が6割近くに拡大し、全体の伸びを牽引する予定です。また、下段の円グラフに示したパワートレイン別構成比では、2020年度に電動車両が 10% に拡大しつつも、依然ガソリン車が7割を維持しており、サプライヤーとしては電動化技術のイノベーションを実行しつつ、同時に内燃機関の高効率化技術を拡充していくことが事業戦略上重要であると考えております。さらに環境規制に目を通しますと、グローバル規模で段階的な強化が図られてまいります。また安全評価においてもますます高度な安全機能が求められ、それに応じて先進運転支援システムもより高度な自動運転システムへの進化に向けた潮流が顕在化してまいります。これらの社会ニーズに電子・電動化イノベーションで対応し、車の進化に貢献していくことがサプライヤーである当社の役割であると認識しております。グローバルポジション分析では、売上高グローバルトップ10の部品サプライヤーのエレクトロニクス化製品の売上高比率を当社比較とともに示しております。まず左側の円グラフでご覧いただけますように、車載部品市場に占めるエレクトロニクス部品の割合変化は、車載部品市場の全体金額が増える中でさらに大きく拡大していき、金額では2018年にかけて4割増に拡大すると見ております。このような伸長市場において、右側のプロット図のようにエレクトロニクス化製品比率が高いメーカーは売上も高い傾向を示しております。当社をこれらの企業群と比較すると、エレクトロニクス化製品比率は2014年度で 47% と3位のポジションとなりますが、今後電動車両システムや自動運転システムなどの普及フェーズに合わせた中長期的な事業拡大のポテンシャルとして今後も高めてまいります。ではオートモーティブシステム事業における成長戦略についてご説明申し上げます。成長戦略では、強固な経営基盤とともに確実な成長に向けて、製品、顧客、地域の3つの中核戦略を実行してまいります。製品戦略では、環境・安全事業の拡大と日立グループ連携ソリューション、顧客戦略では顧客ダイバーシティ戦略の実行、また地域戦略では海外地域統括機能の進化を掲げて展開を図り、成長を加速してまいります。一つ目の成長戦略である製品戦略の骨格となるのが基盤事業の盤石化です。いわばキャッシュカウの源泉となる事業群ですが、2018中計筆達に向け、各事業部の売上構成比が高い主力製品の売上を2018年度に向けて確実に伸長させ、成長基盤を強固なものにいたします。また市場成長率の高い電子・電動化製品の注力事業を拡大し、優位性による成長力を強化いたします。主機であるモーター・インバータ・バッテリーに加えて、制御を含めた電子・電動化・サブシステム製品を伸長させていきます。合わせてそれらの製品を垂直統合でシステム化することで、付加価値を高めてまいります。さらに安全統合制御システムの高度化による成長を目指し、
自動運転の早期実用化に向けたシステム開発を加速してまいります。それにより2020年には情報安全関連事業でシェア 10% を目指してまいります。ここでは今後15年先のマクロ環境の動向を見据え、日立の提供技術のロードマップを示しております。フォーカスしている自動運転の技術提供では、最下段に示すカーメーカーの実用化動向に同期化すべく、現在すでに高速道における自動運転レベル2のシステム走行について実証試験を完了しており、自動運転に不可欠な製品技術を着実に開発しております。本図では左側に日立グループが提供できる製品群を示し、その右側では日立グループでの連携ソリューションとその体制を示しております。すでに開発済みの自動走行システムでは、垂直統合型のソリューションを競合他社との差別化戦略に位置づけており、ワンストップで高品位なソリューションをカーメーカーに提供することが可能となっております。ここに示しておりますレイヤーごとのグループ企業それぞれが保有する技術や製品を結集することで、システムの全体最適が実現しました。また事業実行面でも、グループにまたがる技術製品をシステムまとめて提案するために新設した情報安全システム事業部が日立全グループを牽引する役割を担い、ワンストップ機能を発揮して事業を拡大してまいります。ここで量産プロトタイプによる行動実証試験として、今年2月末に茨城県の高速道で実施した自動運転レベル2の走行映像を実際にご覧いただきたいと思います。当社はコストパフォーマンスと性能の高い走行システムの実用化により、自動運転システムの大衆化を目指しております。映像の試験車両はシステム主要構成の記載にあります通り、認知、判断、制御の3機能において、コスト競争力、先行優位性、性能優位性を強化した車両となっております。それでは右側の図面にて映像をご覧ください。自動走行開始に伴い、ペダルから足を離し、ステアリングから手を離します。単一車線走行では先行車の追従走行とレーンキープを行います。先行車が減速すると、自動走行車両も減速し、車間を維持します。車線変更ではウインカー操作により自動で開始しますが、変更方向に走行車両を認識した場合は、車線変更できない旨をドライバーに伝えます。再度ウインカー操作により、車両がいないことをセンサーで確認した後、自動でステアリング操作を行い、車線変更を行います。追い越し車線に移動すると、あらかじめ設定した速度内で加速し、先行車を追い越します。走行車線に戻るようウインカー操作し、自動で車線変更を完了します。2つ目の成長戦略である顧客戦略では、顧客ダイバーシティ戦略を実行し、ルノー、日産に次ぐ売上1000億円超のアカウントを拡充してまいります。そのために顧客の戦略に沿ったサポートをグローバルに実行する体制を強化してまいります。これにより顧客ニーズに対応した提案力を強化し、クロスセル拡大とともに、サプライヤーに求められる統合制御システムやセキュリティ技術などの提供を拡大してまいります。それでは事業拡大顧客事例といたしまして、クロスセルによるフォード社への売上増加の進捗状況をご紹介いたします。2008年度から
2012年度に倍増したフォード社への売上は2018年度には3倍増となり、1000億円を超える見通しとなっております。現行納入製品からのクロスセル積み上げとして、ハイブリッドシステムの受注やシャシー、ソーダなどの電製化製品の売上増加が事業拡大に貢献しており、今後も顧客ニーズ先取りによる先進技術システムの拡販を強化してまいります。3つ目の成長戦略である地域戦略においては、海外地域統括機能の進化として、グローバル経営改革による量から質への基盤強化に注力してまいります。2009年の分社独立以降も推し進めてきたグローバルフットプリントの拡充フェーズを拡大転換し、各域内でのガバナンス強化や自立化を目指すため、施策として地域統括会社社長の執行役員任用やナショナルスタッフ幹部の積極登用などを実行してまいります。また米州中国の自動車2大市場に対する地盤固めをさらに強化いたします。棒グラフでは、我々の2010年度の売上を100とした場合の2015年度実績および2018年度までの見通しを指数で示しております。それぞれが市場伸長率に勝る売上伸長はもちろんのこと、メキシコや重慶など地域ニーズに対応していく経営基盤を強化することで、継続的な事業成長を確保してまいります。グローバル投資と R&D につきましては、これまでの投資拡大フェーズから借り取りフェーズに移行し、キャッシュ創出による開発力の強化を図ってまいります。具体的には、今後のグローバル投資を一段落とし、足固めを強化する一方で、自動運転などの重点分野の技術開発を強化するための研究開発費を増強いたします。同時に自動運転関連技術の強化に向けては、シリコンバレー事務所開設やソフトウェアの開発強化、オープンイノベーションの活用など、事業成長を支える取り組みを活発化させてまいります。IoT 活用によるものづくり力強化では、日本を含めた世界5局の生産ラインとカスタマー、ベンダーを IoT で双方向につなぎ、人に頼らない高効率で高品質なものづくりを推進してまいります。グローバル生産ラインからの情報収集をビッグデータで分析し、予兆メンテナンスや需給変動対応に活用する IoT 活用システムを拡充してまいります。この IoT 活用システムにより、資産効率の向上にもつなげてまいります。また、コスト構造改革とともに、キャッシュを創出することにより、継続的なイノベーションにつなげ、さらなる成長拡大を実現してまいります。コスト構造改革では、品質保証力や経営改革、投資管理を強化し、キャッシュ創出では、情報安全事業や電子電動化製品事業、クロスセルを強化してまいります。また、CCC、営業キャッシュフロー、ROA に加え、グロスマージンと販管費についても2018年度に向けて改善してまいります。まとめでございます。2018年度目標といたしまして、売上収益1兆1000億円、調整後営業利益率 7%、EBIT マージン 6.9%、ROA 5.3%、営業キャッシュフロー1050億円を設定し、その必達に向け、車の環境、情報安全分野のインテリジェント化を軸とした成長戦略を実行してまいります。ご清聴ありがとうございました。それでは質疑に移らさせていただきます。ご質問にお答えしますのは、席に加えまして、日立オートモーティブシステムズ専務執行役員財務本部長藤村和道でございます。それではご質問いかがでしょうか。じゃあこちらの前の方お願いします。
ご説明どうもありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の宮本と申します。はい、2問ございます。1問目が、はい、スライドの20ページのところで、ご説明いただいたそのグローバル経営 の量から質への、まあ、転換ですね。で、まあ、従来までですとグローバルフットプリント拡充というのをずっとおっしゃってきていて、でこれに関しては、まあ、フットプリントはもう十分に構築できたということが、転換の、きっかけなのか、それともあるいはなんか顧客サイドでの動きの変化があったのか、この点もう少し、ご解説いただければと思います。これが1点目になります。はい、はい、じゃあただいまのご質問はこの中で量から質への基盤強化というふうにこの3の9では申し上げさせていただきました。で今申し上げご質問に対してなんですけれども、私ども今までずっとグローバルフットプリントの拡充というのを掲げてまいりました。その結果ですね、現在世界中に製造拠点を含めますと62拠点、最近ではメキシコに6拠点、さらにはインドネシアまで工場を拡充することができました。そうしますとですね、あとは残っているのは私どもの頭の中にあるのはブラジルだとかロシアだとかいうところになるんですけれども、もうそこを先に作るよりも今そのでき拡充をした62拠点をさらに安定成長の方に持っていくことが我々の責務だろうというふうに考えまして、ここでグローバル経営改革の量から質へ基盤強化すると、すなわちグローバルフットプリントの拡充というものは一旦一段落というポジションにおいて、できた拠点をさらに高収益な工場にしていくと、でそのために、現地のマネージャーをできるだけローカル化をしてですね、そして、きちんとガバナンスを持たせた経営の方に変えていくという意思表示をこの3年間では強化したいという意思の表れからこのように書かせていただきました。分かりました。ありがとうございます。2点目の質問、18ページの顧客ダイバーシティ戦略に関連してなんですが、この、まあ、棒グラフの15年度の実績で、グローバルトップ10ですね、まあ、これが当初の、まあ、ご計画というか目標に対してまあだいぶ足りなかったところの背景と、あと18年度の目標ですね、従来 のご説明、まあ、去年のご説明ですと金額で1兆2000億だったものが減っている部分と、あとルノー日産グローバルトップ10それぞれこう目標とするターゲット率が構成比ですね下がってるんですけれども、この点に関してすでに失注したものがあるのか、あるいは何か他の環境変化があるのか、この点についてご解説いただければと思います。はい、確かに昨年度の2018年の目標では売上の目標を1兆2000億円というように目標値を置かせていただきました。これをですね1兆1000億円に下げざるを得なかった理由の一つがですね、この2016年の1月以降の急激な円高というものを意識せざるを得なくなりました。まあ、我々としてですね、海外の売上がすでに6割 60% ということに今もうすでになっております。したがいましてドルベースで、そのドルベースでの生産は変わらなくてもですね、まあ、これを円に換算したときに、下げざるを得なかったというのがこの1兆1000億円というものをに下げざるを得なかった理由でございます。そして日産様の比率でございますけれども、これは決してその売上高そのものが減るということではなくてですね、我々ポーション的に1兆1000億円になっていったときにですね、他のところを増やして、やっぱり私どももいろんなお客様とお付き合いをしたい、顧客ダイバーシティを増やしたいというところから、日産様の比率としては若干下がった形にはなってますけれども、絶対値としてはですね、我々としては大きく落とすつもりはなくてですね、これを大きく落としたとかそのプログラムがあるとかいうことではないことは申し上げておきたいというふうに思います。すみません、グローバルトップ10、まあ、売上高1000億兆のアカウントの拡充イコールグローバルトップ10の比率増えるのかなと思うんですが、従来よりもこの数字も構成比として下げてらっしゃる背景ございますでしょうか。ですね、その
大きく下げてる、従来から下げてるという理由は何でしょうか。といいますのも2015年の実績ではグローバルトップ10が 30% なんですけれども、2016年ではこれを 35% まで上げるというふうに今我々は見てるんですけれども。しつこくてすみません。前年度ですとグローバルトップ10、2018年度で 39% の構成比とおっしゃってたのが今回36になっていると。でこれ売上高1000億円超のアカウントというのはまさにこの中にあると思いますので、その背景です。あ、そういうことですね、はい、そのところはですね、まあ、我々この2018年というものを1年経って、現実なところで、見渡したところで、予定していた例えば電動化だとか、それからこの情報安全関係もまだまだ花が咲いていくのは2020年以降というのが現実的な線だというふうに思ってまして、そういった意味で現実的な線に置き換えてきたということでございます。特に予定していた大きなプロジェクトを滑ったとかいうわけではございません。分かりました。ありがとうございます。他にご質問ございませんでしょうか。じゃあこちらの前の方お願いします。UBS 証券会社の安井と申します。自動運転に関して質問が2つあります。で、まず1つ目ですけれども、15ページにロードマップを出していただいておりますけれども、いろんな例えばルネサスのマイコンだとか、ソニーのCMOSセンサーの方とかいろいろお話をいただいても、どこまでを1つのシステムと考えるのかで、標準化も進んでない中で、まあ、いろんな方がサプライチェーンを構築しようとしてちょっと混沌としてる感じがしててですね。で、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、御社から見た自動運転のこの事業機会で、まあ、こういう分野だったら日立の強みを生かせる、でいろんな例えば部品会社が強くなるのか、それとも車体メーカーが強くなるのか、電機メーカーが強くなるのかとかっていろいろあると思うんですけれども、御社から見たその、まあ、こうなるといいなっていうことと、まあ、事業機会ですね、でこうなると嫌だなっていうその事業化の流れの中でちょっと説明をいただければと思います。これ1点目です。はい、ちょっと3の5この次につながる3の5を見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、ここで私ども日立、右の方に日立オートモティブが提供できる部品群、そしてクラリオンが提供できる部品群、そして日立製作所が提供できるサービスといったイメージで書かせていただきました。確かに自動運転そのものがどのレベルのものが何年というものもまだはっきりと決まっているわけでもありませんし、また車が情報化すると言ってもそこでどういうビジネスが生まれるのかというのもまだまだ世の中これから進んでいく過程にあるというふうには私どもも認識しています。ただその中でやはりこの自動運転技術を入れることによって安全という意味がものすごく高まる分野もその手前でございます。まあ、それが ADAS と呼んでいるところですけれども、私どもで言いますと、そのために今アイサイトに代表されるようなステレオカメラも提供させていただいておりますし、また電動化に必要なパワーステアリング、あるいはこれを自動運転するためには不可欠なパーキングブレーキといった部品も提供させていただいております。したがいまして、まだまだ自動運転のそのレベル3だとかレベル4だとかいう道に至ってはまだいつというのが世の中定ってはおりませんけれども、それに至る手前のところで安全を高める部品としての生き様が我々にはあるんじゃないかというふうに思ってまして、でそしてその部品が決して自動運転の時代になっても無駄になることはなくて、たとえその車を Google さんがお作りになる時代が来るのかもしれませんけれども、まあ、そんな時代でも我々は車にとって必要な不可欠な安全を高めるような部品を作っていくというのが、まあ、私どもサプライヤーの生き様かなというふうに考えております。リスクファクターとして、まあ、産業構造、まあ、例えば Google とかが入ってくることによって、まあ、事業機会が、まあ、しぼんでしまう可能性もあると思いますので、そのリスクとして今考えられている中 でもしこういう流れになったら嫌だなと思われていることって何かあったら、ちょっとリスクファクターとしてご解説をいただきたいと思います。そうですね、今は車そのものが安全というものが関わってくるために、そこに関する考え方はなかなかテレビのように標準品を作ってただ組み立てられればしまいという時代が来てないためにですね、
非常に部品にもここのすり合わせのところが必要であって、そこのところにまあ我々の生き様があるのかなというふうには思っています。ただもし今おっしゃるようにそのリスクとしてはそういったものが法的にもまた誰がまあ責任を取るのかということになってくると思うんですけれども、そのところが社会的にも認知をさせてきて部品がますます標準化いったときに、じゃあ我々はどう生き様でを持っていくのかなというところは今も我々ずっと事業としては悩んでいるところでございます。もう一点、あってですね、次は自動運転が進む場合、社会インフラ側、道路とかですね、表示器側で、まあ、データを発する方、あとは、まあ、車で受けると思うのでインフラも整備がそれなりに必要かなと思いますので、こちらは、まあ、御社社会インフラ事業部も多いと思いますので、車車体だけじゃない自動運転化に必要な技術で御社で取り組まれていることがあったら、ご紹介ください。以上です。はい、それもこの3の5のところに少し示してはいるんですけれども、当然車の情報を通信で持ってサーバーの方に膨大なデータをお出しすると、でそれを持って、まあ、いろんなサービスがこれから考えられると思いますけれども、そういったデータセンターのビジネス、さらにはここをオーバーザエアという形でソフトも常に更新をしていく時代が来ると思います。でそういった時にこの差分データの更新システム、さらにはそこに何よりもやっぱり車が突然ソフトウェアが変わってしまうってコントロール不能になるなんてことも考えられるわけですから、そこにはセキュリティという非常に緻密なセキュリティシステムが必要だというふうに思っています。で我々は、まあ、そこのところに関しては日立製作所自身がですね、交通やバンキングシステムで培ったセキュリティの技術を持っているというふうに私どもは思っておりまして、そういうところに日立製作所は関連していける、すなわち車と人のところは我々日立オートモーティブシステムズがクラリオン含めてやりますけれども、車と社会のところは製作所がこれからまたビジネス拡大できる領域があるというふうに考えております。よろしいでしょうか。他にご質問ございませんでしょうか。じゃあ、前から2番目の方お願いします。Thank you for taking my question. ありがとうございます。6ページ目です。スライドの6ですけれども、営業利益2018年の予測が示されています。目標としては営業利益を600億ドルから改善すると 30% 年あたり 30% 以上の改善が求められると、かなり高いと思うんですけれども、このような成長どうやって達成されるんでしょうか。今営業利益の方をどのようにここまで持っていくのかと、これが非常に高いレベルではないかというご質問かというふうに受け止めました。確かにですね、私ども実はこの前の中計の時にも 7% を実は2015年度レベルでもやりたいというふうに前回の中計では申し上げました。それができなかった理由が中国経済の減少なども受けてですね、比較的高収益なパーツの部品がそこがいかなかったという理由と、もう一つはやはり私どもの成長がですね、海外にフットプリントを今までたくさん作ってまいりました。でその成長にやはり思ってた利益率が届いていないということの現実を踏まえた上で、そこで私どもはこれからの3年間はフットプリントの拡充ではなくてその質を高めるんだというふうなことをここで成長戦略で述べさせていただきました。すなわち過去の今までの反省を踏まえた上で地域会社の地域フットプリントのこの経営をですね、もっと安定的なものにしてこの 7% という営業利益率をですね、ぜひこの次のところでは達成をしていきたいというふうに思っている職でございます。そしてまた私どもこれから電子電動化で非常に高収益の製品群も確立していきたいというふうに思ってまして、その両輪でもってですね、成長戦略とから現在の既存のフットプリントの
経営力の強化という2面からですね、この営業利益率を達成していきたいというふうに考えております。自動車のオートモーティブマーケットというのは非常に競争力が高いわけで、そう考えると価格の値上げを例えばされようとしているのか、プロダクトミックスを高級製品のミックスに変えていかれるのか、それによってラリーを改善されようとするのか、それを実現していきたいというふうに思っています。それではお時間となりましたので、これにてオートモーティブシステム事業並びに本日の日立 IR で2016を終了させていただきます。本日はご多忙のところ長時間お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。